それでは本日は滋賀県立大学工学部のオープンキャンパスにおいでいただき誠にありがとうございます。今から工学部のご紹介をさせていただきたいと思います。私は工学部長を拝命しております徳光と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では早速工学部のご紹介をさせていただきます。本学の工学部は工学技術を支える一般的に土器電化と呼ばれる3つの機関学科のうち3つが揃っております。1つは化学を担当します材料化学科、機械は機械システム工学科、そして電気電子の部分は電子システム工学科、この3つの学科がそれぞれ充実した教育環境で、そして高い就職率、さらにはきめ細やかな面倒見がいいというところをこれからご紹介させていただきます。また当学科学部には地域人物未来情報研究センターという、センターもございまして、このセンターは平成29年の4月に設置をされております。このセンターの役割はスマート農業、そしてスマート観光、そしてスマート看護というこの3つのミッションになって、学内の横断的なテーマ、さらには滋賀県に役立つようなテーマの研究をしております。これが工学部の教員の一覧になります。工学部には材料化学科が6つの研究分野、機械システム工学科には6つの研究分野と数理教育担当、電子システム工学科にも6つの研究分野がございます。そして付属研究センターとしましてガラス工学研究センターがございます。で、総勢47名の教員が工学部の教員として日々学生の教育指導に当たっているというのが現状でございます。また在籍学生数を見てみますと、工学部は1年次から4年次まで全部で662名の学生が在籍をしています。男子学生583名、女子学生79名の規模になっております。この在籍者数を先ほどの教員数で割りますと、教員1人当たりの学生数が 14.1 人ということで、国立大学とほぼ同じような教員の学生を見ている割合という形になって、非常にきめ細やかな指導ができているというのが特徴であります。大学院に関しましては工学研究科全部で118名の学生が在籍をしており、男子学生が109名、女子学生も9名の規模で、今現在学生が勉強研究に励んでいるというのが現状です。そして今度は出口のお話をさせていただきます。学部卒業生の進路状況を2018年から2020年の間、この3年間でまとめてみますと、材料化学科、機械システム工学科、電子システム工学科ともに、俗に言う大手企業、大企業と呼ばれる企業への就職がだいたい 20-30% の学生が就職をしている。その他の学生はいずれも 40% 以上が大学院に進学をしているというのが現状であります。で、この大学院への進学状況ですけども、材料化学科では53名の学生が本学の大学院に進学をしており、その他の大学の大学院としましても京都工芸繊維大学であったり京都大学にも進学をしている。機械システム工学科につきましては59名の学生が本学の大学院に進学しており、その他京都工芸繊維大学や京都大学にも進学をしているというのが現状です。電子システム工学科につきましても57名の学生が本学の大学院に進学をしており、その他京都工芸繊維大学や北陸先端科学技術院大学等に進学をしているというのが現状です。で、ご覧の通り大学院に進学する多くの学生は本学の大学院に進学をしているというのが現状です。これは本学大学院に進学するメリットというのが非常に大きいというのが現状です。これは次のところでお話をさせていただきます。
で逆に他大学の大学院に進学するデメリットということもよくよく考えて進学先を決めていただく必要があるというふうに思います。先ほど来ご紹介しております他大学の大学名を、聞いていただいた通り非常に優秀な大学に進学をしているわけですけども、この大学に大学院から変わるデメリットというものもあります。一つは研究テーマが変わるということです。せっかく4年生でやってきた研究テーマを大学院でさらに進行する時期にもう一度テーマを変わるというのは非常にデメリットが大きい。さらにはもう一度最初から研究の下地を作る、それを2年間かけて作っていくということで時間的な制約もある。さらには大学院生に求められる資質、自分で自ら考えて研究を立案、そしてそれを実行していくという能力、この能力が寛容されるのはまさにそのまま大学院に進学した場合に、最も効果が高いということも踏まえまして、ぜひとも大学院に進学するときには他大学の大学院も一つの候補には上がりますけれども、ぜひ進学した大学の大学院に進んでいただくことを、検討いただく方がいいかというふうに思います。では続きまして本学に進学した大学院の、学生のメリットについてお話をさせていただきます。本学に進学した学生のこれは3年間の統計になりますけれども、約7割以上の学生が一般に言われる大企業、大手企業に就職をしているというのが実情であります。ですからこのように大学院に進学した後は8割にも達するような学生が大手企業に就職をしている。また中には自ら進んで自分のやりたいことがあるということで、中小企業さんに就職を決める学生さんもいますけども、それぞれが自分のやりがいを持った、企業に就職を決めているというのが実情であります。まあ、こういうメリットを踏まえながら大学院進学を考えて工学部への進学をぜひご検討いただければというふうに思います。また就職している先の企業につきましても、学部大学院それぞれまあその主なものをここに挙げておりますけども、ご覧の通り皆様がよくご存知の企業様が材料機械そして電子システム工学科すべての学生が就職をしているということで、安心して学んで安心して卒業していただける学部として工学部は今、皆さんのために教育研究を行っているということであります。またこのような教育あるいは研究を通して我々が今学生にいろんな学会で発表をさせる機会を設けておりますけども、これは去年1年間だけですけども、学会賞を受賞している学生であったり、あるいは学会から表彰を受ける教員であったりというものがこのような多数に上っている。このように学外からも非常に多くの表彰であったり、あるいは受賞をさせていただいているというのが今の工学部の特徴と、また工学部の外部資金ということで研究費を科研費や共同研究費からもらっている額につきましても、工学部だけで年間1億円を超える額を頂戴していただいているというのが我々の研究の質の高さ、さらには学生の質の高さを表しているものというふうに自負させていただいております。まあ、引き続きこの後各学科の方向から各学科で何が学べるのか、入試状況はどうなのか、さらには進路、さらには就職の状況について詳細にご説明いただきたいというふうに思いますので、そちらの方にもご参加いただければというふうに思います。私の方からは以上です。